後ろのさ、羽まで踏んでバカ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 って言って、うわ、何が起こったんだ、何が起こったんだと思って、そのまま引っ返してきたの。あそこで。まあ、でもよく低いのにあんなスピードで突っ込んでったね。いや、で、俺の音も剥がれてるの見て、ああ、ダメだなと思って。いやー、こんでも、だから翼見たら膨らんじゃってるからさ、あの縦安定がもう手前、ベース板がもうこう手前に来ちゃって、もうバタバタしちゃってて、あれだね、直さない。これもう濡らさないとダメ、本当にこのまま手だって貼るのでいいのかな。いや、手抜いてやるんだったらできるかもしれないけど、こんなことできないでしょ。なんかさ、もう強い、強いのさ、テイクオフはど、4メーターね、上に20キロぐらい入ってるから、あの上がれば上がるほどね、すんげえ強くて、テイクオフからさ、黒岳まで行くのがえらい時間だったから、激しいんじゃない。